この2つの国の友好の原点となったエルトゥールル号遭難事故。今から125年前に日本の本州最南端にある和歌山県串本町沖で起こった出来事でした。そうですか。こんにちは皆さん、てるチャンネルのてるです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、日本とトルコの美しいなストーリーを見ていきます。私はトルコの隣の国ジョージアで住んでいます。だから日本とトルコはどんな関係なのか興味があります。では楽しみです。見ていきましょう。はい、皆さん、1、2、3、 OK。 どうだろうな。トルコ、これそこは小さいね。ジョージアがあります。およそ8700キロ、遠いな。アジアの最も東に位置する日本。トルコと日本は大変良好な関係を築いています。それも良かったこの2つの国の友好の原点となったエルトゥールル号遭難事故。今から125年前に日本の本州最南端にある和歌山県串本町沖で起こった出来事でした。そうですか。太平洋に突き出た紀伊半島の先端にある串本町、その西側に浮かぶ島が大島です。大島か。人口およそ2000人ののどかな島。周囲を青い海に囲まれ、自然が豊かな美しい場所です。そうだな、美しそう。この海から火事始まったな。うわー、綺麗です。トルコ軍艦エルトゥールル号が遭難した串本町大島のカシノザキ沖です。1890年9月、親善使節を乗せて来日していたエルトゥールル号は帰国の途中、台風に遭遇。びっくりした。この音で呼ばれる岩礁に衝突し沈没しました。600人余りいた乗組員のうち生存者は69人。この時地元住民らは懸命な救出作業に当たりました。この出来事は日本とトルコの友好の礎となり、1985年イラン・イラク戦争の最中、イランの首都テヘランに取り残された日本人215名がトルコ政府が派遣してくれたトルコ航空機によって救出されるといった出来事にもつながりました。それすごい。大島の東に位置するカシノ地区、遭難したエルトゥールル号を発見し救出の初動に当たった集落です。通報を受けた住民らは総出で救助と解放に当たりました。87歳になる浜野明和さん。浜野さんの父、浜野朝次郎氏は当時11歳で救出されたトルコ人の船員らの介護を手伝いました。父から伝え聞いた話を浜野さんは語り継いできました。値段がやるよ、急な坂、しかも今のこんな道をね、瀬太郎って大手おんぶってあげるもんから、その大きいからつい自分らだけ上がられへん坂に、一人はおんぶし、一人はお尻を突き上げ、ほんで一人は前で手を引っ張りして、まあ三人四人がかりで。決して豊かではなかった時代、台風で漁に出られず蓄えがわずかだったのにもかかわらず、非常食や衣類を提供し献身的な介護をしました。大島の住民たちは当時貴重だった白米を各家から持ち寄り、おにぎりにして提供したといいます。その時実際に使用したというもろ豚も残っていました。食料もないしね、で、あれやけども自分たちは偉かったとか、そういうよく
あの人たちに用したったとか、うん、そういうことは一つもなかったね、うん、みんな一緒に帰ったか偉いのね、うん、遠いところへ来てみんな無事にね帰ったか偉いのってね、うん、そればかり心配嫌だの、うん、当時救出された船員たちが最初に運び込まれた寺大龍寺があった場所です。浜野明和さんの息子さん光則さんに案内していただきました。当時の浜野家は寺のすぐ近くにあったといいます。そして光則さんもまた代々伝わる話を語り継ぐべく語り部の活動に取り組んでいます。先人がですね、まあ、私の、祖父母も含めてですね、無私無欲の行為をですね、これをもう未来永劫にですね、語っていくとともにですね、続けてそのまたいろいろな交流をですね深めて、平和の尊さとかですね、そういったものをこういった救出劇からも通じてですね、お話を進めていこうかなと、またそういうふうな世の中になってほしいなと思っております。エルトゥールル号遭難事故の翌年から大島では住民らが慰霊祭を行い、以来途切れることなく交流は受け継がれており、現在でも5年ごとにトルコ政府と串本町の合同慰霊祭が行われています。おー、これ全然知らなかった。そしてエルトゥールル号遭難事故から125年を迎えた今年6月、和歌山県串本町では串本町と駐日トルコ大使館主催によるトルコ軍艦エルトゥールル号125周年追悼式典が盛大に行われました。式典では日本トルコ協会の総裁三笠宮家の彰子女王もご臨席のもと、トルコ大国民議会のジェミル・チチェッキ議長、和歌山県の仁坂知事、田島串本町長らが追悼文を捧げ花を手向けました。式典に向け串本町では町を挙げて準備が進められてきました。また今年125周年の式典に合わせ、日本とトルコの友好の礎となったエルトゥールル号に関する展示が行われているトルコ記念館がリニューアルオープンし、新たにエルトゥールル号の潜水調査で発見された遺品やトルコ海軍の協力で現地から届けられた新しい展示も加わりました。へえ、すごいな。島にある唯一の小学校、大島小学校、毎年慰霊碑の清掃を行うとともに、総合的な学習の時間でもトルコと日本の交流について学んでいます。式典を前にしたこの日、トルコからのお客様をお迎えするにあたり、トルコ語で挨拶ができればと、こんにちは、ありがとうなど身近な言葉を練習していました。ぜひこのトルコ語の挨拶を、そのトルコの人に言ってみたいと思いました。トルコ語を教えているのはアイシェギュル・アルカンさん。串本町でトルコ語教室や、僕もちょっと トルコ語がしてます。ちょっとだけ串本とトルコ、日本とトルコをつなぐ仕事をすべく、今年6月から串本町役場で勤務しています。ここ串本では町を挙げてトルコとの交流に力を入れています。こちらはエルトゥールルという名の新種のバラ。式典の会場に並べ、お客様をお迎えするため、串本町トルコ文化協会のメンバーらが念入りの管理を行い、本番に備えていました。かわいい。串本町トルコ文化協会では、トルコの文化を知り、友情をさらに深めようと、民族舞踊の披露をはじめ、トルコ料理や言葉の勉強、そしてトルコの人たちとの交流など幅広く活動しています。おー、
すごいな、確かに美しいな関係ですね。とてもなんか見てよかったよ。 I was really really moved by the story what Japan and Turkey has and 私はどっちでも行ったことはある、トルコも日本も。そしてトルコも本当に優しな国だった、 and 日本のももちろん優しな国だった、だからとても嬉しいです。 I didn't know that Japan and Turkey was this close together and it was this kind of deep relationshipbetween them. だからそれが来て本当に嬉しいになりました。私和歌山にもいたことはあります。そしてそこでアドベンチャーワールドというズーで行きました。そこは初めてパンダを見ましたとか、他のめちゃくちゃ動物、ジラフとか、そんなもの本当に嬉しかったよ。 If I will have opportunity to go in 和歌山 one more time I want to visit this place as well. では今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。